はい、皆様こんにちは、こんばんは。てるてる百貨店、てるカイザーでーす。はい、今日はね、雑誌の付録レビューになります。何を買ってきたかというとね、こちらになります。グローの6月号になります。はい、こちらですね。で、なんで買ってきたかというとね、こちらになりますね。ミッフィーの、二層式保冷ショッピングトートバッグがついております。イメージとしてはね、こんな感じで縦長の、ミッフィーの絵柄が書いてあるトートバッグでして、で、下の部分ね、ここがチャックになっていて、下の部分も、ね、収納場所がありますと言った形になっておりまして、ここの部分がね、保冷になっておりますという形になっておりますんでね。で、上の部分はトートバッグというふうに書いてるんで、まあ、ちょっとどういうね、仕様になってるのかなというのを、ね、開封して、ご紹介できればと思っております。で、一応こちらにね、寸法は書いてありますけど、概要欄の方にも載せておきますし、そもそもこのグローのね、サイトの URL も載せておきますので、合わせて見ていただければなと思っております。はい。で、今回はね、付録だけじゃなくて、こちらグロー自体もね、まあいろいろね、美容のことであったりとかね、いろんな特集が書いてあります。それだけでもね、グローの本読むだけでも、ね、ボリュームがあるかと思うんですけど、まあ、それでね、中にね、このショッピングトートバッグが付録でついてるといった形で大変お得なんじゃないかなとは一旦思っておりますけどね。じゃあこちら、開封して見ていければなと思っております。はい、でね、早速ですが、二層式ショッピングトートバッグはこんな感じで、梱包されております。まあ、大体ね、雑誌の半分ぐらいの、箱に入っております。はい、こんな感じですね。はい。で、結構非常に軽いんでね、まあどんな感じで入ってんのかなと、まあ折りたたまれてるんだと思いますけどね。まあそんな感じで開けていければなと思っております。はい。じゃあこちらね、開けていきましょう、早速ね。はい。はい、袋を開けるとね、いつもの通りこんな感じで、ビニールに包まれて、あ、箱に包まれております。じゃあこれね、開けます。こんな感じで空中で開けるとね、危ないので皆さんは真似しないでくださいという感じですね。はい。じゃあ、早速開封させていただきます。はい、こんな感じで、折りたたまれております。全くね、どういう状況なのかわからないので、箱から出していきます。なんか非常にね、軽いですね。これ折りたたんでね、カバンの中に入れててもね、十分、軽いんでね、苦にならないんじゃないかなとは思います。はい。開けました。ちょっと今日は大きめのカバンなのかなと思ってね、カメラ引き気味にしましたが、そんなにね、大きくないっすね。はい、こんな感じの、トートバッグですね。ね、素材はね、非常に柔らかくて、こちらね、ナイロンになってますね。で、この下の部分がね、保冷になっていて、こちらはなんかね、やっぱり保冷のね、あの銀色の多分、保冷バッグだと思うので、こちらがね、なんか非常にこうしっかりしたね、素材になってますね。はい。こんな感じですね。はい、こんな感じの、全体的なバッグになってます。で、大きさで言うとね、こちらね、グローの雑誌があるんですけど、比較するとこんな感じですね。横サイズはね、まあ、ほぼほぼグローとね、雑誌と同じぐらいですね。上の部分のね、トートバッグの部分だけであれば、グローとね、全く同じ大きさですね。まあ、下にここにね、保冷がね、二層式って形になるので、下の部分がね、追加になる形になってますね。はい、こんな感じの大きさになっております。はい、こんな感じですね。はい。で、柄の方はね、こんな感じで、ミッフィーという感じでね、プリントされております。はい。で、裏はね、特段何も書いてないね、真っ黒い柄になっております。はい。じゃあ、これ上のね、トートの部分ね、見ていきましょうかね。はい。上のトートの部分はね、特別に中には、ね、内ポケットはないですね。まあ、これね、例えばこう入れますと、はい、こんな感じになってますね。これで見えますかね。はい、こんな感じで、やっぱり、
このグローのね、雑誌がすっぽりね、横サイズぴったしですし、このね、縦のね、街についても、ぴったりですね。はい、という感じの、ものになっております。グローがね、結構大量に入るぐらいのね、大きさになっております。はい。で、気になるところはね、匂いなんですけど、特にね、気になる化学繊維の匂いはしてないですね。まあ、普通のナイロンバッグの匂いになっております。で、あと気になるところがね、ここ上のね、取っ手部分の強度ですけど、はい。一旦ね、上のところはナイロンのバッグなんですけど、こう二重にね、折りたたまれて、縫い付けられてあるので、まあ普通よりかは強度があるかなといった感じですね。ここがね、なんか二重に、折りたたんで、さらにその上にステッチをね、縫ってあるので、一旦はね、強度的に悪かなと。もうこの部分がね、この取っ手がね、取れるときはこのね、カバンの、ね、トートバッグのこのナイロンの上の部分がね、破けるときぐらいの感じに、縫い付けられております。はい。そんな感じですね。中はもうナイロンのカバンなんでね、特段ね、何も、ないですね。はい。じゃあ今度ね、この下の部分ね。はい、下の部分はね、一応ね、ジップはね、ダブルジップになっております。で、これ開けますね。はい。はい、こんな感じですね。ちょっと手に持って、全体的なイメージね。はい、下がこんな感じになっております。結構ね、厚みはありますかね。下の部分ね、5センチぐらいあるんですかね、深さは。下のね、マチがね、13センチって書いてあって、で、縦部分が7センチですね。これ7センチの深さになっております。で、こちらね、トートバッグの下の部分と、あとこの下の収納部分の、四方八方が、いつものね、保冷だけですかね、これ。保冷になってますね。保温にはなってないです。保冷という形で、四方八方が、銀色のね、素材になっておりますという感じになっております。でこちらも特段ね、内ポケットはない感じですね。まあだからカバン、トートバッグとしてね、なんか冷凍物とかね、冷やしたいもの、まああとはペットボトルがね、ここ2本ぐらい入りますからね。そういった重たいものの重心がまあ下に行くと言った感じですね。よくなんかリュックとかでね、例えばシューズね、例えばなんかバスケットとかやる方とか、野球とかね、やる方だと知ってるんですけど、そういったね、こう、シューズとかね、靴とかを入れるスペースがあって、上に収納、みたいなね、リュックがあると思うんですけど、このトートバッグもね、上の部分が、普通のね、収納部分になっていて、下の部分にね、冷凍物を入れると、もしくは、冷やす必要があるものを入れると、いった感じになってますね。まあ、これね、例えば下にね、こういうね、プラスチックのケースに入ってるケーキなんかね、下に入れて、上に重たいもの入れちゃうとね、こう置いた時にね、潰れちゃうんでね、下の、保冷バッグに入れるものは、まあ、潰れないものね、上の、重さに耐えられるものを、下に入れた方がいいかなと思ってます。ケーキとかね、カップケーキとかね、なんか上でね、上にこう、例えばなんかちょっとね、若干重たいものを入れてね、置いた時に潰れちゃうとね、潰れちゃいけないものはね、これ入れちゃいけないかなと思っております。はい、以上となります。こんな感じでね、私の方でね、まあ、開封レビューして、今みたいなね、まあ、コメントが、ね、出せれば、コメントさせていただきたいと思いますんでね。まあよろしければね、チャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画が良ければね、高評価もぜひお願いいたします。はい、今回のね、ね、ミッフィーのトートバッグに関してはこんな感じになっております。はい、以上となります。てるてる百貨店、てるカイザーでした。バイバーイ。